ベルベジの藤原です。3月18日の、入荷日、まあ一応ね、25周年も落ち着きまして、また買い付けメンバー頑張っていただきまして、今回もですね、結構いい品入っております。簡単ですが紹介していきます。それでは、まあ T シャツですね。チャンピオン。はい、霜降りの8月の染み込みです。はい、こちらがサイズがトリコのラージサイズ。そしてこちらがエクストララージ、はい、どちらも程度いいですね。はい、染み込みだらけです、はい、こちらがエクストララージですね、トリコの、はい、こちらもトリコのエクストララージ。こっちの染み込み結構ね雰囲気いいですね。はい、続いても染み込みです、はい、こちらはエクストララージ。そしてこちらもトリコのエクストララージですね。はい、この染み込みもね、何段、5段ですかね。はい、4段か。はい、これ珍しいですね。どっちも程度いいと思います。はい、続いても染み込みです。はい、こちらがアイオワのエクストララージ。はい、こちらもトリコのエクストラージですね。黒の染み込みもいいですね。XL。はい、続いてはブルーの染み込みです。はい、これが、どうでしょう。はい、こちらも XL。はい、こちらも XL です。はい、まあ XL 揃いですけども、どちらも状態いいと思います。続いてはフットボールですね。はい、まあ、最近またね人気出てきてると思いますが、チャンピオンのフットボール。はい。こちらはタグは欠損しますが、下 XL ボディですね。はい、紺に黄色の77番。そして、バータグのラージ82番ですね。はい、ネイビー雰囲気いいと思います。はい、続いてはレッドとホワイトですね。白。はい、こちらはバータグのラージ。そしてこちらが厚手の方ですね。厚手で XL ボディ。着丈ちょっと長いけどね、これ非常に程度いいです。バキバキですね。はい、続いてはネイビーです。ネイビーのフットボール。これフロントのみですね。はい。サイズがバータグのエクストララージ。はい、そしてこちらはチャンピオンのラージ。50/50ですけど、ミッキーのプリントです。珍しいですね、フロッキープリント。はい、続いてが、ヘインズボディ、ビーフィーの、はい、グレートパシックアイアンワークス。はい。まあ、パタゴニアの前身ですね。最近ね、パタゴニアの復刻が出てるんじゃないでしょうか。はい、サイズも大きくて、程度もいいブルーです。続いて、ヴィンテージスウェット。こちら半袖なんですけれども、はい、タグ欠損して前 V。そしてね、袖がカットされてる半袖スウェットです。ただ、バックプリント、USA。はい、ドリンキングチームってね、染み込みのプリント。しかもサイズでかいです。続いてチャンピオンですね。ランタグです。はい。こちらがランタグのラージ。そしてこちらもランタグのラージ。はい。こちらがフロッキーですね。で、こちらは染み込みになります。どちらも大きいサイズですね。はい、ヴィンテージスウェット。はい。緑のラバープリント。そしてこちらがブラックです。はい。タグは欠損してますが、これもね、大きめですね。ラージサイズはあると思います。ヴィンテージセット。今の時期からね、ちょうどいいと思います。はい。続いてもプリント。こちらはね、白の染み込みプリント。そしてネイビーの、まあ、可愛いプリントですね。こちらラバープリントですけど、はい、うちのスウェットは基本的に大きいのばっかりです。はい、続いてこちらがネイビー。いい感じのナスコンですね。こちらサイズがラージサイズ。はい、ネイビーのフロッキープリント。そしてこちらはボーイスカウトですね。はい、これもね、大きいサイズなかなか出ないと思います。染み込みのプリント。これ定番ですね。はい、無地の V ですけれども、前 V。はい、どちらもサイズ大きめです。こちらがピルグリムのラージ。そしてこちらがシアーズのラージ。
はい、どちらもラージボディですが大きめですね。僕でも着れるサイズ感です。前部位続いて、ナイキ1枚、はい、オレンジスウォッシュの、はい、こちらが、サイズがラージかな、エクストラージですかね、はい、ちょっとこん、あ、赤にネイビーのパーカーですが、はい、大きいサイズなかなかないですね、はい、僕が着れるサイズ感です。オレンジタグです。はい、続いてハーフジップ2つ、はい、こちらグレートネイビーのね、ツート、そしてネイビーの単色ですけれども、はい、チャンピオンですね、ランタグのエクストラージ、はい、シンプルな無地ですけれども、エクストラージはまずなかなか出ないですね。そしてこのハーフジップのツート、はい、こちらがピルグリム、ミディアムサイズですけども、わりかし大きめだと思います。はい、はい、続いて両部位です。両部位、こちらタグが欠損してます。でもね、でかいタグがあるので、これもしかしてダックスバックじゃないかなと思うんですが、はい、続いてこちらもタグは欠損してますが両部位、はい、こちらもサイズどちらも大きめです。はい、こちらも両部位です。そしてブレントのパーカー、こちらいいですね、 JC ペニーズサイズ44です。はい、これも程度もいいと思いますね。はい、こちらがブレントミディアムサイズ白の無地パーカーになります。はい、続いてヴィンテージスウェットのこちらもパーカーです。はい、白の無地のこちらもエクストレ XL、はい、こちらサーマル付きですけれども、はい、まあ、ちょうどね、今自分ちょうどいいんじゃないでしょうかね、これからの時期、パーカー、無地のパーカー1枚で着るのもちょうどいいと思います。はい、続いてのパーカー、こちらちょっとねサイズが小さめですけれども、女性なんかが着てもね可愛いと思います。グレーのパーカー、はい、こちらもちょっとねダメージがありますが、サイズ大きめ、そして微妙にツートンっぽくなってます。はい、これもサイズ大きいですね。続いてネイルシャツです。はい、ヴィンテージのネイルシャツ、はい、こちらマンサイズですね、マンサイズのパイルのネイルですけれども、はい、ダブルステッチの襟、はい、サイズもいいですね。はい、続いてこちらがシアーズ、はい、エクストララージですかね、あ、じゃあ M サイズ、すいません、 M サイズです。はい、どちらもまあ雰囲気系ですね、状態もそこそこいいと思います。はい、ワークシャツと、こちらウエスタンの101の、はい、ウエスタンなんですけれども、はい、こちらあのワークシャツで使われてるねツイルです。101のタグ、はい、これ珍しいと思います。このねカッパーのねスナップもねかっこいいと思います。はい、こちらピルグリム、はい、ピルグリムです。しかもウールですけどね、エルボー付き、はい、これもね久しぶりに入荷しましたね。はい、続いてフィフティーズのシャツですけども、はい、これ綺麗なピルグリム、いい色ですね。そしてこちらがタウンクラフトラージサイズ、はい、この白にねこの柄非常にいいんじゃないでしょうか。これねちょっと僕が欲しいなと思ったシャツです。いいですね。はい、続いて、はい、ケリントンです。ケリントンの、はい、ミッキーシャツ、はい、ミッキーの総柄、はい、あの基本的にね、ウエスタンシャツ系の形が多いんですけど、これ一応ワークシャツ系の形です。ケリントンね、このシャンブレーとかもね実は存在しますが、ワークシャツのこっちの形の方がシルエット綺麗です。はい、続いてオールドのピルグリムの白シャツ、はい、これもねいいですね、どっちも。はい、タグがね非常にいいと思います。どちらもね16とかのサイズ感です。僕が着れるサイズ感ですね、うん、そして半袖ですけれども、はい、まあこれは貯めてたというかね、はい、ブルックスです。ブルックスの60年代の細かいギンガムチェック、16と15ハーフ、なかなか出てこないですよこれ。続いて
これもいいですね。ヘラクレスです。はい、ダブルステッチの襟。ただ、長袖のネルシャツをカットされてます。半袖にされてるんですが、サイズがいいんですね、これ。これはね、僕も、柄もいいですね。はい、これ長袖だったらもう最高ですけれども、半袖カットされてるので、お値段もお手頃です。はい、そしてパタロハ。はい、ちょうどいいですね、これからの時期。はい、ジャパンサイズの L で US の M サイズになります。はい、状態もね結構いいと思います。このパープルのね、はい、この魚柄人気ありますね。なかなかこう程度のいいのが最近出てこないと思います。パタロハ。続いてリバースイーブです。今回も結構いいと思います。はい、おはよう。ネイビーボディ結構いいですね。ダブルエクストララージです。そして赤ボディも、はい、こちらトリコのエクストララージ。はい、タグはね、ちょっと切られてますけれども、どちらも状態は非常にいいと思います。はい、続いても、刺繍のね、エクストララージとエクストララージなんですが、この染み込み、めちゃめちゃいいと思います。こちら赤の染み込み3段。そして、ちょっとね、サイド、ここにね、少しダメージはあるんですが、ここはね、縫える範囲だと思います。ただ、後ろにバックプリントの染み込みです。これいいですね。そしてこちらビバリーヒルズというね染み込み、これめちゃめちゃいいと思います。はい、パープルの染み込みです。はい、続いても、はい、刺繍のラージサイズ、そして UCSB というね大きい染み込みになります。これも状態いいですね。そして黒のリバース、トリコのラージです。はい、こちらもいい感じのね、ひび割れのラバー、これ雰囲気いいですね。これちょっと僕も欲しいな。はい、続いてマルチのラージサイズです。刺繍、はい、黒ボディにパープルとグリーン、そしてフルスナップの刺繍のダブル XL、まあ、ちょっと大きめですけれども黒無地です。目なしはほとんどないです。しかもかなりでかい。ダブル XL はね、相当出ないと思います。はい、そしてイエール。ちょっと今回は変わり種のイエールですね。はい。グリーン、水色かな、ベースに、はい。一周の、ミディアムサイズ。そしてネイビーのトリコのミディアム。はい、こちらラバープリント。そしてこっちは刺繍の可愛いプリントです。これね、女性なんか着ると可愛いと思いますね。イエールのリバースになります。続いてもリバースです。はい、キングスポイント。はい、刺繍のエクストララージですね。ラバープリントですけど、はい、状態がね、バッキバキです。そしてトリコのエクストララージ。まあ、ネイビーですね。これもね、定番です。もう大人気ですね。ミリタリープリント。そしてこれ可愛いですね。はい、トリコのミディアムサイズ、水色の UCLA。 UCLA は出ないんじゃないですかね。はい、しかもラバープリントですけど非常に可愛いです。はい、ここから単色です。単色の青単色、エンジのパーカーです。ちょっとね、ここのホールとかがねダメージありますが、はい、ウィングフットのねエンジボディ、さあ出ました。ちょっとこれはねいいですね。エンジのラージサイズ、はい、僕の大好きなイエローです。ちょっとねポツポツ小穴があってリペアはされてるんですが、まあ無地は出ないですね。はい、無地のイエロー、しかもエンジ単色。はい、これもいいですよ。はい、赤のミディアムサイズのね、これも程度非常にいいんです。そして、バックプリントの17と。しかもパープルですね。はい。ミディアムサイズ入る人はこれはおすすめです。はい。そして、これからね、また S サイズなんですけど、青単色。はい。ウィングフットのパープルの、染み込み。そして、これは、霜降りのね、グレーの方ですね。S サイズですけどね、プリント最高です。同じく青単色の S サイズですけど、白ボディ、そしてエンジの、はい、タイガー染み込みですね。これもめちゃめちゃいいですね。はい。
今回やばいですよ。はい、園児単色ラージ、はい、そして染み込み3段、はい、これもね、うん、サイズもいいですし状態もね少しまあすごい色あせがありますけど雰囲気いいです。そして青単色のラージサイズ、フィリップスアカデミーの染み込み、そして状態もめちゃめちゃいいですね。これは僕も欲しいですね。状態いいと思います。そしてハーフジップ、はい、叩きタグのミディアムサイズ USAFA です。はい、これももう定番ですけどね、ミディアムサイズですけど、あと色がね少しフェードしてますが雰囲気抜群にいいと思います。ハーフジップ USAFA です。続いてジョーダンです。まあ、今大人気ですね、あのネイビー、コンタクの M サイズ、はい、定番のね黒赤のジョーダンなんですが、ちょっとね袖口にダメージがあります。ちょっとこれ裏から貼ってもらってねリペアしなきゃダメかもしれませんけど、はい、その分お値段もねお手頃です。はい、続いてナイロンジャケットのリーバイスです。はい、USA の XL 黒ボディ、そしてバックプリントに、はい、ウエスタンサドルマンですね。はい、これいいですね。これ僕売れなかったら欲しいです。はい、続いてシアーズのキルティングジャケットなんですけど、はい、サイズラージサイズ、はい、そしてこちらがですね、ちょっと待って、はい、これセットアップです。はい、パンツとのこのセットアップ、このチャコールグレーのね感じもね非常にいいと思いますし、状態がねバキバキです。はい、はい、最近またね大人気です。僕もまあまあ大好きなんですけど、はい、ノースフェイスチャタグの XL ボディです。そして黒ラッカーボタンのダウンベスト、このねグリーン、薄手のグリーンね珍しいと思います。 XL なんでねかなりダボっと切れます。はい、黒ラッカーボタン僕もね大好きで集めてますけど、これはおすすめです。はい、続いてこれはねこの古いです、初期のチャタグ、サイズ表記はちょっと切れてしまってるんですが、ちょっとね小さめです。これはね女性でも着れるんじゃないでしょうか。ノースフェイスのダウンの一番初期です。スナップボタンがノースフェイスと書いてないこのね小ぶりなスナップ、そして珍しいのがフード付きです。フードが一緒にね付いてるのはなかなか出ないです。しかもサイズがねおそらく S サイズぐらいなんですけど、程度は非常にいいと思います。はい、そしてパタゴニア、これね僕もね欲しいんですけどね、グリセード、はい、ブルズアイという柄です。プルオーバーのラージサイズ、しかも程度がねめちゃめちゃいいんですね。これいや僕はねラージサイズちょうどいいサイズ感なんです。プルオーバーですが、これはねお好きな方多いんじゃないでしょうか。なかなか程度いいのが出てこないです。はい、続いてフォーティーズのねバッファローチェックの、バッファローチェックのジャケット、はい、まあマッキーのタイプですね。サイズが42ぐらいだと思います。自分が言ったら着れるサイズ感、まあ、定番のね赤のバッファローチェック、はい、まあ形もねいいと思います。続いていいですね、ファティーグのカモですけどノンリップ、はい、スモールショート、いや結構ないと思いますよ。しかもバキバキですね、このグリーンリーフ。僕はミディアムショートを持ってますが、このスモールショート着れる方いるんじゃないでしょうか。はい、状態非常にいいですね。はい、続いてはファーストなんですけれども、はい、半袖にカットされてます。そして下のポケットもちょっと外れてますが、ますがかなりおしゃれです。はい、これね夏場着るんだったらちょうどいいんじゃないですかね。後ろのねこのアジャスターもねちょっと切られてはいますが、もうデザイン的に逆に最高にかっこいいと思います。はい、続いては USMC なんで、P4241 ですね、 MC の三つポケ、これもねもう最近人気ですよね。カバーオール感覚で着れるので非常に着やすくていいと思います。僕もね、持ってますけれども、はい、まあ、状態もねそこそこいいと思います。はい、そしてこちら USN、はい、月桂樹ボタンですね、はい、黒ラッカーの月桂樹、そしてダブルステッチの襟、こちらの方がね年代的には古いと思うんですが、サイズ42ぐらい、
これも僕もね好きで持ってますけれども、うん、使います。ちょっと背中にね一箇所ポツッとダメージはあるんですが、はい、まだまだね色も残ってますし、はい、そしてダックハンターカモ、はい、またまた人気ですね。そして胸のステンシルがね非常にかっこいいと思います、はい、サイズ、こちら42ぐらいですね、はい、後ろにも黒のステンシルが入ってます。ステンシル色はね結構珍しいと思います、ダックハンター。はい、続いてウェップです。ウェップの40ロングかな L、はい、まあ、ウェップ自体ねもともと着丈短いんですが、はい、このねカーキ色はねかっこいいですよね、はい、ウェップサイズ40です。はい、続いて A2 の初期です。サイズがラージサイズ、はい、まあ胸のステンシルもね、あと状態も非常にいいのと、ラージサイズ、大きいサイズはねなかなか出ないと思います、うん、うっすらねステンシルも残ってはいるんですが、はい、初期のフラップですね。はい、続いてが、はい、まあ、あのうちのねコウスケの、インスタで見た方はいるかもしれません。 CWU のね 45P、 そしてここにね実はドクロのワッペンだったんですけどね、はい、まあでもこのワッペン見てね分かる方は、お好きな方いるんじゃないでしょうか。はい、状態はいいと思います。そして MA1 の、スカイライナーです。スカイラインですねの XL です。 MA1 の XL はなかなか出ないですよ、この初期の、うん、まあ、最初期ではねないん、あ、初期だ、ここがね角がとがってます。はい、初期の XL、 状態もねいいと思います。はい、続いて51のデッド、はい、ここまでね髪がパキッと読めるのもね最近少ないですね。スモールです。はい、51スモール、僕がちょうどいいサイズ感です。このポプリのねもうこのカーキのパキパキなのがね素晴らしいですね。はい、デッドです。続いて、ノーブランドの、ね、カバーオールですけども、はい、ダブルステッチの襟、ちょっとで襟長めです。大襟なしのスナップボタンのカバーオールです。インディコの色ねめちゃめちゃいいですね、濃くて、そして着丈がねこの短いのがいいです。サイズ感は多分42ぐらいですけども、僕がちょうどいいサイズ感ですね。今日僕もまあカバー久しぶりにカバーを着てますけど、このね無名でも、まあ、シルエットもね形が非常にいいと思います。マッコンです。はい、続いて大人気アーミープローバーですね。はい、サイズおそらくねスモールサイズだと思います。自分も持っているので、はい、さっき着たんですけども、同じサイズ感、アーミーのスモールはね僕がジャストサイズで着れるサイズ感です。色のね雰囲気もね非常にいいと思います。お探しの方多いんじゃないでしょうか。はい、続いてリーバイスの G ジャンです。ギャラクティックですね。サイズ M サイズ、はい、ブルーのギャラクティック M サイズですけど、実際で44ぐらいありますね、大きめです。これもね人気の商品だと思います。はい、続いて D の11赤タグです。 11J サイズ42です。この赤文字のね、種類が2種類あると思うんですけど、この11の方がね赤い方が古い方だと思います。50年代初期、はい、42ですし色落ちもねいい感じです。はい、自分がね着るなら44なんですけれども、まあ、42着れる方もね多いと思います。色は抜群にいいと思います。はい、そして今回70505、びっくりね何枚か入ってるんですけど、こちら46だと思います。表記がちょっと読めなくなってますが、かなりでかいマッコンです。46のびっくり、はい、そしてちょっと細身の男性おすすめなんですけど、557ダブル X のギャラ入りです。はい、ここステッチが上に上がっております。そして裏が D ボタン、こちらは見やすいか、 D ボタンです。ということは当然ですけどフラップ裏は 薄い生地使ってます。サイズはねおそらく36縮みだと思います。うん、細身の男性でもねやっぱりギャラ入りはほんと出ないです。色の雰囲気もねいいと思いますし、はい、着れる男性おすすめです。もしくはヴィンテージ好きな女性、はい、今月もね1枚入荷してきました。はい、506WX の針です。1947ですね。ステッチがオールイエローです。
色もねまだ濃くて、後ろも当然針ですね、ちょっと外してますけどあえて、はい、そしてこちらが42チヂミかな、はい、実寸で40近くあります、割と大きめです、はい、ちょっとね裾口襟元少しねダメージはありますが、色の雰囲気抜群にと思います。まあゆったり着れるファーストね、うちもまだまだファーストありますけれども、やっぱ大きめ少ないです、はい、47針の506WX です。今回ですね、シャンブレーの一応デッド、まあ、デッドなんですけどね、まあ、若干焼けがあるものもねあります、こういうビッグマックとか、はい、こちらのねキーのシャンブレー、はい、一応ね全てデッドストックの状態で出てきたんですけど、こちらオールド、ヤンクのボタンね使ってます、はい、ひし形ボタン使ってます、はい、まあネイビーのね US ネイビーのシャンブレーデッドもあります、はい、ねベルベジンコウスケのねあの方のインスタにもねシャンブレーシャツのデッドが上がってます、はい、こちら後でねブログでもやりますが、そしてこっちがはい赤タグのシアーズのシャンブレーが2枚ですね。そして WTG、 これ昔ね僕も持ってたんですけど、これの形非常に形がいいです。 WTG と、そしてこちらもはい、襟ダブルステッチの 40s ですね、はい、そしてよいしょ、はい、ヘラクレスもあります、緑のヘラクレス、そしてよいしょ、これお好きな方いるんじゃないですかね、パーバルサイズ15、はい、これはここの紙のフラッシャーも半分ね残ってますけどデッドです。これもね久しぶりに見ました、シャンブレーのデッドがいっぱい入ってます。続いてもネルのデッドです、ビッグヤンク60年代のネル、もうねふさふさですね、はい、ブルーのネルとブラウンのネル、そして同じくブルーですけどブルー赤、はい、サイズも16ハーフとね大きめです。なかなかね出ないですね、デッドのネルシャツになります。今回ねミリタリーバッグなんですけど US エアフォースですね、ここステンシルね1951って入ってます、はい、このステンシルやばいですね、はい、まああのミリタリーバッグとしてもね使えますし、はい、まあディスプレイしても、ね、非常にかっこいいと思います、はい、そしてスペシャルオーバーが一つですね、こちらはいサーティーズですかね、ボタンインディアンヘッドの、はい、オーバーオールです、ワンポケット、そしてサイズがね、実寸が40の30、これねオリジナルのレングスなんですね、ちょっとねステッチほどけてますがオリジナルのチェーンステッチ、これは僕がジャストサイズのサイズ感です、インディアンヘッドのワンポケです、オーバーオール、これスペシャルですね、はい、アディダスのジャージコンっていう言い方ですけれども、はい、サイドのストライプ3本ラインも紺色です、同系色、サイズがミディアムサイズですね、はい、そしてはい、ベトナムのノンリップデッドストックになります、こちらがミディアムレギュラーはめちゃめちゃいいですね、これ僕も全く同じの持ってます、ノンリップデッドストックです、最近全く見なくなりましたね、はい、そしてユーティリティパンツ、はい、ユーティリティのサイズが34レギュラーです、34意外とね、ユーティリティちょっとね、細めなので、はい。まあ僕36入ってます。はい。まあこれもね、状態非常にいいと思います。そして今回、はい。ラングラーですね。まあいわゆるリーバイスでピケになりますけど、ラングラーのピケです。はい。そして後ろも、パッチもちゃんと残ってます。はい。ランダムピケという言い方ですかね、そしてラングラーベル付きの3431、めちゃめちゃいいサイズですね、これしかも結構シルエット細いんです、まあ、リーバイスの、ね、ピケもシルエット細いですけど、こうラングラーのランダムピケ、しかもこのカーキ色パッチも残ってます、これね非常に
珍しいと思います。久しぶりにね、メンズサイズ見ました。はい、続いて同じくピケですね。 911K、 はい、これもね、状態ね、いいんですね。はい、パッチもちゃんと読めます。3631表記、はい、実寸がね3530です。これもね、程度いいですね。 911K の方がね、ないですよね。はい、カーキ。はい、続いてカツラギです。カツラギホワイト、ちょっとね、若干の汚れはあるんですけれども、はい、白タグビッグイン、3230実寸です。はい、続いて、すいません、もう一本ピケですね。はい、こちらが519の方です。519ピケ、はい、パッチサイズが、はい、3331表記の実寸が3230です。これもね、ピケのホワイトの状態非常にいいと思います。うん、綺麗ですね。はい、そして今回ね、リーバイス、まあ、ビッグイとかね、数がね、そんなに今回は量はないんですけれども、はい、結構濃いのかな。はい、WX501WX の最終です。最終実寸が3128、うん、結構マッコンですね。はい、こちらで赤耳です。赤耳の結構濃いですね、これ、レッドラインだから、よいしょ、いわゆる、あ、66後期かな。はい、パッチサイズが3430、いいサイズですね。はい、濃い赤耳。はい、こちらが501ビッグインになります。はい、色いいですね、いい感じの色ですね。そしてパッチ表記が3230表記、うん、これもね、いいサイズじゃないでしょうか。最近ね、あのレングス短くてもね、履ける方多いので、ね、はい、はい、続いて501ビッグイの A タイプです。 A タイプ、これもね、色の雰囲気いいですね。ちょっとペンキの飛びもね、いいんじゃないでしょうか。はい、パッチサイズがサブ633かな。アーケードもイエローです。初期ですね、初期の A タイプ。はい、505の濃いのも入ってます。こちらね、40表記です。ちょっと大きめですけれども、はい、505ビッグイン、はい、これも色いいですね。505ビッグイの3729、ちょっとね、大きめで腰履きするとね、いい感じですね。はい、色落ち抜群に綺麗です。505お探しの方もね、最近多いのでね、ぜひ。はい、あとね、501の ZWX、 はい、ちょっと大きめです。40-29、はい、これちょっとね、レングス上げられてるのでね、お値段 お手頃です。はい、続いても、よし、505ビッグイですね。505ビッグイの3727、これもちょっとね、レングス上げられちゃってるんですけどね、まだ色濃いです。はい、ちょっと短めで履くにはね、持ってこいかと思います。はい、そして今回ですね、パンツでスペシャルが入ってます。はい、ノーブランドでいきましょうかね。あの、マイナーブランドで、はい、ワークパンツのヘッドライトです。ヘッドライトの5ポケットのジーンズです。ちょっとサイズが、ね、小さめなんですけど、3029、うん、はい、後ろが、はい、タグがついてます。5ポケットのね、レッドライトもなかなかないですね。はい、そしてリーバイスの 351N です。いわゆるね、スーパースリムの一番初期。はい、実寸が3332です。はい、後ろも黒タブのビッグについてます。サイズもいいですね。はい、そしてキッズのラングラープロト、うん、ラングラープロトの中でもこれ初期ですね。そしてトップボタンも、はい、ラングラーと入ってます。
ちょっとね膝の部分ダメージはあるんですけどね。はい、お子さんにハマる人は最近キッズものね高いので、はい、今回そう一番ナンバーワンじゃないかな、僕の久しぶりに見ました。はい、カーハートの5ポケットジーンズです。はい、50年代ですけどね、50年代、まあ、いわゆるね 501XX のレザーパッチの年代です。カーハートのタグもバッチリ残っております。そしてワンウォッシュぐらいです。はい、フロントがボタンの、はい、ドーナツカーハート、はい、ユーフォリベットで、後ろのパッチはね欠損してるんですけれども、はい、実寸が、3134、はい、マッコンです。はい、カーハートのね5ポケットはほとんど見ないです。スペシャルになります。商品紹介は以上になります。レギュラー商品1回の商品もね、かなり物量としては入っております。ちょっと簡単になりますがね、商品紹介しましたが、スペシャルも入ってますし、まあね、25周年を迎えてかなりの物量あったので、まだまだジージャンとかね一応、お店の方にはあります。スペシャルのね対戦モデルのジージャンだったり、対戦のジーンズ、あとバックバックのジーンズなんかもねまだありますので、ご来店してね、サイズも合わせてみてください。では18日13時オープンになります。よろしくお願いします。